2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。翔平 TV をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。はい、どうも翔平 TV です。翔平です。お願いします。ありがとうございます。というわけで皆さん、はい、おめでとうございます。2024年、昨日ね、しみじみとこういろんな会話をしましたが、話をしましたが、はいはいはい、あっという間にこの日になってしまいました。まあ、あれから5時間6時間後にはもう新年だったからね。そうっすね。僕らもね、2分後にもう撮影始まってますから、はい、着替えただけです。2分後に新年のお話してますから、はい、はい、年末からね、すごい早いですよね。そうっすね、何が変わったんだろうかっていう。いやでもまあ、今年は2024年ということで、はいはい、初年ということで、はいはいはい、特にないですけど。まあ、じゃあ去年寅年でね、阪神優勝したから、今年は中日なのかなかな。はい、まあ、プロ野球もそうですし、はい、まあ、僕らの野球もそうですし、うん、なんかことが起きそうな予感が今年もしてますし、はいはいはい、すごい楽しみなんですけど、まあ、あと2日後に、そうですね、まずは、はい、始まってしまいます。前原スポーツさん、千葉県船橋市にあります、はい、スポーツショップで初売りイベントが行われまして、はい、こちらでね、来店された方全員に毎年色紙なんですけど、こちらのサインカード、こちらのカードをねプレゼントしますということで、まあ、年賀状ですよね。年賀状みたいな感じですね、うん、そうですね、はい、でここに、まあ、両平のサイン書いてもらって、はい、ここに一人スペシャルゲストが来るので、スペシャルゲストのサインをいただいて、来れた方みんなにお渡ししようかなと思います。はい、はい、こうやってまだ、はい、行きます、書いてないんで、はい、書けるかな、この結構でね、はい、こうやってね、はい、書いてもらって、はい、で、まあ、あとゲストの方に、ね、ゲストにね、ここに書いてもらって、それをプレゼントすると、はい、年々、色紙をプレゼントしてますけど、うん、そろそろ色紙皆さん、ちょっと多すぎんじゃないかなってところで、はいはいはい、これぐらいの方がなんかもらいやすいかなってところで、こういう風にやらせていただきました、はい、はい、前原スポーツに来た方、皆さん、はい、プレゼントしたいと思います、はい、一応数はちょっと限りがあって、はい、マックス90、まあ1月になりました、はい、年末じゃない年始一発目ということで、はい、まあ、我々の、今年の抱負を話していって、うん、どんなことするよと、はいはい、皆さんとどういうことをこれからしていきたいよって話とか、はい、目標をお話ししていきたいと思います。まあ、僕はですね、ちょうど1年前いろいろとやらかしていたので、いや、ちょうどこの1年前に僕は去年前原さん行ってないんですよね。まあ、で10月も翔平行けなかったり、11月も取材行けなかったりと、去年はウイルスと細菌にね、やられてた1年だったので、まずは体調管理、本当に仕事にも迷惑かけたし、まあ、社会人として体調管理を本当にしとかないといけないなというふうには思うので、編集あるんでどうしても寝ること遅くなる時もありますけれども、まずは規則正しい生活をなるべく心がけるっていうのを、一人間としてまずそこからやっていこうかなというふうに思いますね。本当に、ね、まあ、まだ28歳とか29歳ですけども、はい、だんだんなんか体調が普段とは違う体調になってくるし、徐々にやっぱね年老いてきますし、まあ、俺も感じてるし、はい、入ってきた時より体力が続かなくなってるなって今すごい分かってるんで、それで若い時の感覚のままで生活してると、あ、こうなんだっていうのが分かった昨年だったので、まずは体調管理1年ね、体調管理しっかりして1年くたばることなく走り続けられればっていうのが一番のまず目標かなと。そうすればね、皆さんにお会いできる機会ももちろん多くなると思うので、そこを徹底して、意識してやっていこうかなというふうに思っております。はい、はい、そうですね、まあ、僕もどんどん年老いてくると思うので、はい、体も動かなくなっていくと思うので、まあ、今年の抱負は頑張って体を絞ります。まあ、お互い体調管理だね。そう、体を絞って会う人会う人に大きくなってとれるんで、うん、あれ痩せたって言われたいから。もうね、ビッグシルエットが効かなくなってきたから、ね、そう、ビッグシルエットなんでなんか普通のサイズになってきちゃったんで、ちょっと直しながら、まあ、はい、昔の写真を見るとすっごい細いんですけど、まあそれぐらいに戻って、うん、翔平病気したのっていう、それはそこまでいくと困るけどね、うん、まあ健康的に痩せていただければっていう、そうですね、一番に考えつつ、うん、まあちょっと結婚、まあ、しましたし、はいはい、まあ幸せ太りですよ、要するに、まあ、今後それも、まあ、考えて生活していきたいと思いますし、はいはい、
まあ、目標としては、まあ、EBC で監督やるからには、はいはい、まあ、大会で優勝して106キロの体型を胴上げしてもらうっていう、まあ、あとはたくさんのコミュニケーション、まあ、そこそこコミュ力はあると思う、はいはい、EBC の、 奥田君にも言われたじゃん、はい、いきなり来て気づいたらなんかもうメンバーの中に入ってったみたいな、うん、気づいたらコミュ力やばいと、はい、お化けだと、まあ、そういうところで、まあ、今 もちろん関わってる方は大切にしつつ新しい、ね、出会いも絶対あるんですよ、うん、はい、毎年言うんだよ ね毎年いい出会いするんですけど、またね、昨年もいい出会いしましたし、はい、まあ、今年もきっといい出会いあると思うんで、僕らのショーヘイズがありますから、そこで、まあ、いろんな方々に、まあ、来ていただいて野球できたり、もちろん対戦相手の方 もちろんほぼほぼが、まあ、初対面の方たちで、そうですよ、野球できたりとかするので ね、 そうですね、出会いっていうのは毎年毎年増えていくかなっていうのは実感しますね、はい、なので、ね、まあ、結局、まあ、僕は YouTube8 年目2017からなんで、まあ、約7年目、7年ぐらい経ったんですけど、あの、僕がどうしてここまでやっているかってやっぱり中途半端が嫌で、うん、やるならとことん引き詰めたいタイプなんで、それを、まあ、今、まあ、頑張ってっていうか、まあ、楽しくやってるんですけど、僕あの Uber 好きじゃん、はいはい、Uber のボーカルの拓也さんがもう7年間とか8年間とか、まあ、10年ぐらい毎日ランニングしてるの、はいはい、それ毎日10キロ走ってんの、あれですよね、会場前とか、そう、ライブ前日とかも走ったりとかしてて、一日も欠かさず雨の日も風の日も、うん、なんか台風の日ももう時間見つけて走ってるらしいんですよ、健康のためとか、はい、なんかそういうなんかダイエットのためとかじゃなくて、もうなんかそういうのを走るのをやめたら何もかも自分の周りの環境すべてが止まってしまいそうで怖いからっていう、だから俺は毎日10キロ走るっていう風に、うん、言ってたんですよ。それにちょっと本当影響されて、やっぱさ YouTube ってやっぱさ伸びなくなったり登録もなくなってきて減ってきてとかさ、やめちゃう人やっぱ多いじゃないですか、うん、今までたくさん見てきたんですけど、まあ、2024年にの一発目に話す言葉じゃ話す内容じゃないかもしれないけど、知ってるから止まったら本当終わるなっていうのはもちろんあるし、かといって応援してくれてる方もたくさんいるし、うん、コメントもね、いっぱい DM もらうし、はい、まあ、だから止めるわけにはいかないなと、もう俺が止まったらもう止まっちゃうなと、良平が止まっても止まんないけど、はい、俺が止まったら本当止まるなって、そうですね、止まれない、このウーバーワールドのように結局ね、努力しても正直努力しないで成功しても楽しくないんだよね、うん、もしかしたらやっぱ努力して成功できて初めて実感湧いて楽しく嬉しいとかそういう気持ちが出てくるんで、今はまだ全然ね成功してませんけど、努力はしてるつもりではあるので、努力これは止めずに、はい、あのずっと走り続けて、僕はランニングはあんまできないので、ランニングもできたいですけど、ランニングって走るというよりかはその YouTube を続けるっていうので、仕事しながら活動するっていうのがいわゆる僕らの走り続けるところではあるので、それを楽しくやりつつ頑張っていきたいなと思います、はい、まあ、そうですね、1月ちょっと僕行けないですけどね、初っ端から取材が、そうですね、取材も1月7日、まあ、7日が初っ端だったりとか、それこそ21かまたね、そう、1月21日も野球教室呼んでいただいたりとか、うん、2月も決まっていたりとか、ちょっとずつこっちも直していけたらなっていうふうに思ってるので、そうですね、まあ、ここ の、 あの室内練習場 の、うん、あの ST スポーツゴルフ&ベースボールさんも生態、うん、の方やってますし、まあ、元はというか、はい、大元って言ったらいいのかな、そうですね、元は僕が行ってる狭山スポーツ生態院と同じ系列なので、はい、ST グループさん、はい、なのであのこちらのトレーナーさんなんかは鷺宮の野球部のトレーナーさんやってるん で、はいですね、また今年春のキャンプとかも多分帯同すると思うし、そういう方に施術してもらえるっていうのはすごいいいし、少しでも肩の回復に近づけていければ、まあ、より野球も楽しくできるんじゃないかなと思うので、回復系も頑張っていこうかなと、そうですね、この長平図の活動、協力してくださる方がいれば声掛けいただければ、はい、めちゃめちゃ嬉しいです、協賛待ってますので、ぜひぜひお願いします、ぜひお願いします、はい、というわけで、2024年、1月1日本日の動画、以上となります、はい、明日から頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします、お願いします、そしていつか、出会えることを、楽しみにしておりますので、はい、皆さんも、野球の技術たくさん磨いて対戦できるように、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、それでは終わります、ありがとうございました、よろしくお願いします。それでは、アイシャー！
がいくぞ、さあさあさあ、